マーシャル・ギルバート諸島機動空襲とは、太平洋戦争初期の1942年2月1日に、アメリカ海軍の空母機動部隊が行った、マーシャル諸島及び、ギルバート諸島の日本軍に対する航空攻撃である。初戦で打撃を受けたアメリカ海軍が、使用可能な空母を活用して、一撃離脱を仕掛けた。同様の機動空襲の最初の事例であり、 太平洋戦争におけるアメリカ海軍の最初の積極的作戦、行動であった。1941年12月、海戦壁頭の真珠湾攻撃を受けてアメリカ太平洋艦隊は主力の戦艦部隊が行動不能の状態となった。太平洋艦隊司令長官のハズバンド・キンメル大将は責任を問われて更迭され、新たにチェスター・ニミッツ大将が着任した。 二三つ大将は、劣勢な戦力で正面から日本海軍に立ち向かうことは避け、使用可能な空母三隻を中心とした三つの任務部隊により、弱点への一撃離脱を繰り返すゲリラ戦を行うことにした。アメリカ海軍の最初の攻撃目標に選ばれたのが、フィジー方面への進行拠点になる恐れがある、マーシャル諸島とギルバート諸島を呼び、ウェイク島であった。 ミーミッツは1月9日に、ウィリアム・ハルゼー中将に作戦を発令した。マーシャル諸島の内中核のロイ・コールナムル島と、クエゼリン艦礁は、当初案において、攻撃目標外だったが、潜水艦、ドルフィンが1月下旬に行った。事前偵察の結果、マーシャル諸島の日本側防備が、それほど厳重ではないと判明したため、攻撃目標に追加された。 マーシャル諸島とギルバート諸島方面には空母エンタープライズを中心とする第8任務部隊と空母ヨークタウンを中心とする第17任務部隊が投入されることになりハルゼー中将が全体の指揮を取った同時に空母歴ントンを機関とする第11任務部隊がウェイク島に空襲をかける計画であった日本は戦前からマーシャル諸島を 委任統治し、ギルバート諸島も開戦直後に、無欠占領していた。これらの島は、第4艦隊の担当地区で、守備隊としては、第6根拠地隊が置かれ、第24航空船隊を主力とする基地、航空隊が駐留した。第4艦隊の水上戦力は乏しく、旧式機雷不接艦、上板と潜水艦2隻、昇船改造の特設艦船を展開している。 程度だった。また、クエゼリン艦賞は、潜水艦部隊である、第六艦隊が、活動拠点にしており、空襲当時、機関の練習巡洋艦、カトリと潜水艦7隻、潜水母艦など、支援艦5隻を停泊させていた。日本軍は1942年1月12日のイ、6潜水艦による、敵空母、歴新ントン撃沈報告後、 アメリカ機動部隊の出現をあまり警戒していなかった。日本軍は南方作戦に力を注いでおり、主戦力の南雲機動部隊もラバウル攻略戦などで転戦中だった。基地航空部隊の24号戦もラバウル攻略戦のため主力をトラック島に移しており、装備も96式艦上戦闘機など旧式であった。空襲時の基地航空隊の総兵力は、 ロイコールナムル島とタロア島の陸上基地に戦闘機24機、立航9機、他水上偵察機約15機と飛行艇9機の計60機弱だった。ウェーク島行きの第11任務部隊に給油するはずだった。給油艦ナチェス。アメリカ海軍の第8任務部隊と第17任務部隊は、それぞれ空母1隻と巡洋艦。 駆逐艦若干という編成で、アメリカ領サモア造園の海兵隊を乗せた輸送船団を護送し、1942年1月23日にトゥトゥイラ島へ上陸させた。そして2つの任務部隊が合同して、1月25日にパゴパゴ港を出港した。1月28日に分離した2個の任務部隊は攻撃地点へと向かった。 日本側は1月30日と31日朝、基地航空隊による紹介を実施していたが、アメリカ艦隊を発見できなかった。第17任務部隊は1月31日に日本軍紹介機の接近を確認しているが、発見を免れたという。クエゼリン艦賞の第6通信隊は、通信解析の結果からアメリカ機動部隊が作戦行動中であると警告したが、 軍令部は、この報告を却下した。第6根拠地帯は、1月31日に、警戒態勢を、第2配備から第3配備へ緩めた。なお、別行動で、ウェイク島空襲を目指したアメリカ海軍第11、任務部隊は、1月23日のハワイ出撃直後に、補給担当の給油艦、ナッチェスが、ハワイ沖監視任務の日本潜水艦 E72 に、 撃沈されてしまったため、作戦を中止した。クエゼリン干渉の空襲第8任務部隊は1月31日日没後に、艦砲射撃任務の巡洋艦部隊を分離し、30ノットに速度を上げた。2月1日午前1時40分頃から2時過ぎに、かけ、空母、エンタープライズは、クエゼリン干渉に向け、第1次攻撃隊の艦爆37機と、 観光休憩を発信させた。空は晴れて満月が明るく、しかも無風で絶好の天候だった。2月1日午前4時頃、第1次攻撃隊はクエゼリン干渉への攻撃を開始した。飛行場のあるロイコールナムル島上空では、艦爆隊と迎撃に上がってきた日本軍戦闘機10機との間で空中戦が行われ、アメリカ側2機が撃墜された。アメリカ軍は、 日本機3機の撃墜を報じたが、日本側に悲劇追記はない。艦爆隊は他に2機が、対空砲火等で未帰関となっている。観光隊は、クエゼリン本島の艦船や、陸上施設、エビジェ島の水上基地や渓流中の飛行艇に、水平爆撃を行った。艦光隊は、観賞内に、有力な日本艦船が存在するとの偵察報告を、発信し、 連絡を受けた艦爆の一部が艦船攻撃に加わった。在泊中の日本軍艦船は小銃まで持ち出して応戦し、潜水艦は港内で潜水して逃れた。清水中将はカトリを緊急出港させ、午前5時に霊下の潜水艦7隻に反撃のため出港するよう命じた。作成した暗号伝文には誤りがあり、連合艦隊参謀長、 うがきまとい少将は、真珠湾攻撃時のアメリカ側の狼狽を洗えないと、10回している。クエゼリン本島の第6根拠地帯司令部は空襲開始からすぐに爆弾の直撃を受け、八代少将ら多数が戦死した。敵有力感染所在との報告を受けた、エンタープライズでは、午前4時半に、観光休機からなる第2次攻撃隊をクエゼリンに発進させた。 第二次攻撃隊は、脱出を開始した日本軍の、軽巡洋艦など、大型艦を狙って、命中魚雷多数を報じたが、実際には、火葬爆発などで命中弾は一発もなかった。第二次攻撃隊は、迎撃機に出くわすことなく、午前8時半に母艦に、帰還した。タロア島の空襲及び艦砲射撃、マロエラップ干渉のタロア島に対しては、 第一次攻撃隊として爆走した戦闘機6機が向けられた。攻撃隊は2月1日午前3時過ぎに防寒を飛び立ったが、1機は発艦時の事故で失われた。タロア飛行場を爆撃したアメリカ軍機に対し、日本側は上空召回機と緊急発進合わせて11機の戦闘機で迎撃、双方が数機ずつの撃墜を報じたが、実際には、 日本側一機損失だけだった。アメリカ側は午前6時に、クエゼリン攻撃から帰還した機を再編した第2次攻撃隊、午前7時過ぎには、第3次攻撃隊が、タロア飛行場をめがけて発艦した。各攻撃隊は飛行場施設や中期中の軍用機を爆撃し、格納庫2棟と燃料単位区2機炎上など、地上施設が大破。 地上撃破9機の打撃を与えた。日本側の迎撃戦闘機と空中戦があり、双方とも数機撃墜を報じたが、実際の損失は日米ともなかった。従順洋艦、チェスターと駆逐艦2隻からなる砲撃部隊がタロアシへの艦砲射撃を担当した。チェスターは観測用水蒸気4機を発進させて砲撃を行ったが、 日本機と沿岸砲の抵抗を受けた。タロア基地の日本側航空隊は、立交8機と戦闘機13機を爆走させて、反撃を行い、爆弾1発をチェスターに命中させた。チェスターは、艦板貫通8人、戦士11人、重傷23人軽傷の損害を受けた。タロアの立交隊は魚雷による第二次攻撃を計画したが、 ルオット基地にあった魚雷が調達できず、やむなく7機が水平爆撃により、エンタープライズを狙った。戦火は、資金弾による軽微な損害で、他指揮官機は反転して、体当たりを試みたが、飛行艦板をかすめて、中期していた航空機を破損させつつ、反対限の海面に落下した。エンタープライズの防空戦闘機は、立航1機と、別に飛来した。 水蒸気一機を撃墜した。ウォッジェ艦渉の空襲及び艦砲射撃。ウォッジェ艦渉に、艦砲射撃を加える従順、ソルトレークシティ。ウォッジェ艦渉に対しても、2月1日午前3時過ぎに、爆走戦闘機6機の第一次攻撃隊が出撃し、反復攻撃後に、前期帰還した。8時過ぎに、 第二次攻撃隊の観光球機と、艦爆発機が発進し、残存する、飛行場施設や艦船を爆撃した。停泊中の特設運送船、ボル・ドー・マルが、沈没、格納庫一棟や燃料タンク二機が全焼、格納庫二棟が半壊した。ウォッジェに、日本軍機はなく、迎撃もなかった。ウォッジェ艦渉に対しては、従順洋艦ノーザンプトンと、 ソルトレイクシティを呼び、駆逐艦一石からなる砲撃部隊が艦砲射撃を実施した。スプルワアンス隊は観測用水蒸気を発進させ、午前5時から、まず艦船、ついで陸上拠点を砲撃した。日本側は、紹介中の特設区船艇、第10小南丸の通報で、敵艦隊の接近を知った。大田造衛門大佐の指揮で脆弱な、 在白官邸全力を繰り出して応戦したが、特設砲艦豊津丸大破格座、特設苦戦艇鹿島丸と、第十湘南丸撃沈、第十一湘南丸中破の壊滅的打撃を受けた。沿岸砲の反撃もあったが、資金弾が出始めたところで、ソルトレークシティは、射程外に逃れ、スプルーアンス隊に、損害はなかった。 観測機は午前6時頃の攻撃打ち切りに際して爆撃を行って去り、うち1機は乗員のみ収容して処分された。アメリカ軍機が撮影したマキン干渉の航空写真。黒煙を上げているのは炎上中の2機の日本軍97式大帝。第17任務部隊の空母、ヨークタウンは2月1日午前2時から3時にかけ、ジャルート干渉に対して、 観光11期と艦舶機、艦爆17期、キン観賞に対して、艦爆9期、ミリ艦賞に対して、艦爆5期の第一次攻撃隊を出撃させた。洋上は、雲が立ち込める悪天候で、攻撃隊は変態を乱しながら飛行した。ジャルート観賞への攻撃隊は、午前4時過ぎ、雷雨と強風の中で攻撃を開始した。 艦航は水平爆撃で停泊中の艦船を狙い、艦爆は、艦船、地上施設、中期中の水蒸気などに爆撃と、機銃装者を加えた。日本軍は、ジャルートに戦闘機を置いておらず迎撃できなかったが、損害は特設運送船、関東丸が勝破した程度だった。7時半過ぎに攻撃隊はキロに着いたが、悪天候により6機を失った。 マキン艦渉でも午前4時頃に爆撃が始まり、停泊中の特設砲艦長田丸が中破。機重装者で飛行艇2機が破壊された。アメリカ軍は1機が着艦ミスで着水した。ミリ艦渉への攻撃隊は軍事施設を発見できず、代わりに倉庫やタンクを爆撃して帰還した。駆逐艦1隻が日本軍に飛行艇から爆撃を受けたが、 損害はなかった。空母、ヨークタウン上空にも飛行艇が飛来し、警戒中の戦闘機により撃墜された。第17任務部隊は、午後に、ジャルート艦渉に対する第二次攻撃を計画していたが、悪天候と夜間着艦となる危険のため断念された。なお、ルイビルが対戦紹介に出した水蒸気一機が行方不明となった。二つの任務部隊は、 攻撃を1日だけで終え、それぞれハワイへの帰路についた。第8任務部隊は2月2日に日本潜水艦を発見し、紹介中の航空機と駆逐艦の共同攻撃により、撃沈を報じたが、日本側に該当する喪失艦はない。第17任務部隊は2月6日に真珠湾に帰着した。日本側は第6艦隊と、 第6根拠地帯の潜水艦9隻を出撃させて、追撃を試みたが、いずれも、敵艦を発見できなかった。また、南洋部隊機下の、第6戦隊所属従順4隻にも投申を命じたが、いずれも補足できなかった。トラック島からは、空母、赤城、加賀、随格機関の南雲機動部隊主力や、24、高戦主力を緊急派遣したが、こちらも、 敵補足に至らなかった。なお、現地の防備指揮官だった八大少将の戦士をめぐり、軍連商業令がうまく機能せず、二人が指揮権継承を宣言する混乱が発生した。日本軍は特設区選定二隻と輸送船一隻が撃沈され、特設砲艦二隻と特設区選定一隻が、大中派、カトリー、常磐と潜水母艦 靖国丸他輸送船2隻が勝破した。潜水艦23も戦闘に支障ない程度の軽微な損害を受けている。航空機は18機が失われた。人的被害は、八代少将以下161人が戦死し、第6艦隊司令長官の清水中将も重傷を負った。八代少将は、海戦以来初めての日本軍将官の直接戦闘による死者であった。 また第4艦隊司令長官、井上成美中将が作成した、戦闘報告電報は、開戦以来最大最長の電報にして、こぼし役に時間を要したりというという長さだった。アメリカ側は、第8任務部隊だけで、艦船12隻撃沈、航空機35機破壊など、かなり過大な戦火判定をしていた。アメリカ軍の損害は、従順一隻が消破したほか。 エンタープライズが資金弾で軽微な損傷を負った。航空機に関しては、エンタープライズ航空隊が5機未機関、33機損傷、ヨークタウン航空隊が7機損失のほか、巡洋艦搭載の水蒸気2機が、対戦紹介などの任務中に失われた。戦闘の物的戦果は大きなものではなかったが、アメリカ海軍機動部隊にとって、貴重な実戦経験となり、 また過大な戦火判定で大勝利と思われたこともあって敗戦続きのアメリカ軍の士気を高める貴重な材料となった。日本の戦前からの支配地である南洋軍島を攻撃したことは英雄的行為と評価され、春勢中将の名声が高まった。日本海軍は米軍機動部隊の奇襲を許した。これをきっかけにアメリカ機動部隊による 日本本土空襲を警戒するようになり、宇垣連合艦隊参謀長は、人中日誌、戦争録で、帝都空襲を懸念して、彼にして、直接帝都を、来はず、この時南東方にかすり傷を与え、かつ十分なる教訓をもたらせるは、幸なりしなりと記述している。そのため、連合艦隊司令部は、 ナグモ機動部隊から第五航空戦隊を抽出し、アメリカ機動部隊の迎撃用として備える措置を取った。しかし、その後に繰り返された、ウェイク島空襲や、ニューギニア沖海戦などの機動空襲、さらに実際に本土が襲われたドリットル空襲でも、アメリカ空母を取り逃がしてしまう。このことが、アメリカ空母の捕捉を目的としたミッドウェー、攻略作戦の発案へとつながり、 戦争全体の行く末にも影響することになる。ありがとうございます。